こんにちは。本日の動画は、こちら。ルービックキューブです。久しぶりに、TinkerCAD という、ウェブ上でモデリングできるサイトで作りました。意外と、ルービックキューブの構造を知りたいというコメントが多いので、今回は、ルービックキューブの中身を解説しようと思います。構造にも何種類かあるとは思いますが、多分標準のやつを作ってみました。私の手元にあるルービックキューブも今回の構造です。ということで、完成。いい感じに色をつけて、めちゃくちゃルービックキューブになりました。こうすれば綺麗です。では解体してみましょう。まずなんですけど、ルービックキューブはこのように動かすことが可能ですね。一面全体を同時に回転させることのみ可能です。外側だけでなく、真ん中を回転させることもできますね。この動き方はつまり、各面の中心の位置関係は変わらないということです。ある一面が回転しても、その面の中心のブロックはその場で回転するだけです。真ん中の面が回転する場合も、中心のブロックたちが同時に回転するので、位置関係は変わりませんよね。なので、ルービックキューブの基本構造は、今見えている白い軸と、それに繋がれた各ブロックですね。残りのブロックは、隙間にカポカポはめていくだけです。では、どのようにパーツが噛み合わさっているのか、とりあえず全て半透明にしてみます。すると中心部に球体の形が見えますでしょうか。各面は回転という動きをするわけですから、切り込みを入れた時に円形になり、回転しても形が変わらない球体があるのも納得ですね。これにより、スムーズに回転させることができます。次に、パーツの詳細を見ていきましょう。一面の裏側を見ると、こんな感じになっています。見にくいので色を変えました。噛み合わせ部分が球体の一部なので、回転してもしなくても同じですね。各ブロックを分けます。ルービックキューブを構成するブロックは、軸につながれた、面の中心のブロック、角のブロック、辺のブロックの3つです。中心のブロックとその他のブロックはこのように噛み合い、ブロックが外れることなく各面を回転させることを実現しています。なかなか見せ方や説明の仕方が難しく、わかりにくかったらすいません。理解しやすそうな説明の仕方も考えました。ルービックキューブで回転するのは、内側の球体と考えます。球体だけ見ると、わかりやすいですね。そして、各ブロックは、この球体から生えている付属品と思いましょう。どうでしょうか？わかりましたかね？切れ込みの入った球体に、キノコが生えたのがルービックキューブです。